中央線の日野駅にやってきました。東京都日野市ですね。なんか昔の写真が展示されてるんですけども、なんか昔も今も日野駅の駅舎ってあんまり姿は変わんないみたいですね。で、駅前の道が甲州街道ですね。で、もともとは国道20号だったんですけども、日野バイパスっていう道路が開通しまして、まあ、こちらの甲州街道は国道ではなくなりましたね。まあ、とは言っても主要な道ですけどね、日野駅前東交差点。日野本町ですね。まあ、この辺りが日野市の中心部ですからね。まあ、ちなみに高畑不動とかあの辺りも日野市なんですけどね。あ、古い写真が結構いろんなところに展示されてますね。そしてここは日野新選組祭り。新選組と日野市って何か関係あるんでしょうかね。なんか歴史に詳しい人だったら常識みたいなとこあるんでしょうか。新選組があるんだったら旧選組はないのだろうかって言いたくなっちゃうんですけど、ここはなんだ、少年剣道大会だって。なるほど、剣道を通して少年の健やかな育成を見守る大会であるっていう、なんかそういう、スナックアイカム、なんか写真屋さんかなと思ったんですけど、写真屋ではないのか。あ、日野不動産っていうのがあるみたいですね、テナント募集。さすが日野、地元の不動産。大東京信用組合だって。これは信用金庫でしょうかね。大東京。東京ってさ、そんなに面積広い方ではないですよね。確かさ、日本で一番面積の小さな都道府県は香川県って聞いたんですけど、まあ、確かに香川はちっちゃいですよね。でも東京もさ、香川ほどじゃないですけど小さいですから、大東京って言えるんですかね。中東京とか小東京ぐらいでいいんじゃないかと思うんですけどね。何でもかんでも大きければいいってもんじゃないですからね。やっぱり北海道とか岩手県みたいな大きな都道府県っていうのは、面積をでかくしないと人口が確保できないっていうか、まあそういうことの裏返しだったりもするんで、まあ、東京がね、面積が小さいのはね、自慢できることだと思いますけどね。だんだん市街地から外れてきちゃいましたね。家電製品、総合エンジニア。でも総合的にエンジニアしてくれてもさ、今日休んでいてはしょうがないですからね。平日なんですけど。ヘナ草木染め、髪に優しい天然由来。あ、なるほどね。まあ、草木を使った自然な髪染めによって髪を傷めないようにしようという、そういえばさ、髪を染めてる人もなんか前よりは少なくなりましたよね。もうそれこそ私が高校生とか中学生の頃なんて、なんか若者だったら髪の毛の一つや二つぐらい染めないとダサいぞみたいな、そんな風潮すらあったんですけども、いや、だからといって自分が染めてたわけではないですけども、今はさ、そんな圧力によって髪の毛染める人ってあんまりいないんじゃないかなって思うんですけども。日野宿本陣だって。へえ、宿場町でしょうかね。新選組のふるさと日野。そうなの。へえ、そうなんだ。へえ、ちょっと入ってみましょうか。宿場町の本陣っていうのは、なんか一番偉い人が泊まる、なんか宿屋じゃなくて旅館があった場所ですよね。つまり一般庶民
じゃなくて、その参勤交代とか使う、ね、そういうお偉いさんが泊まる場所みたいな、まあ、高級、うん、高級なのかな。なんか宿部、あのちょっとこういうなんか、うん、あでもこういうそのガチャポンもさ、ちょっと古めかしいなんかガチャポンですね。あ、なんなんかカメラを持ってるテリー、ありがありが新選組ピンズとか、うーん、あこんなところに観光協会があるんだ。へえ、なるほどね。そしてトイレ、あどうも。まあ日野宿本陣ということだったわけなんですけど、そういえば日野っていう駅は滋賀県にもありますよね。近江鉄道に日野って駅があったような気がするんですけど、なんかそこもなんか東海道の宿場町みたいな感じじゃなかったかな、違いましたっけ。まあ、ここを右へ曲がってくるっとね、くるっと行きましょう。スーパーアルプス、アルプス、アルプスってさ、ヨーロッパにあるなんか山脈みたいなもんですよね。おっと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 、ちょっと転びそうになっちゃった。材木工場がありますね。あ、材木工場というよりも建築なのかな、建築業なんですかね。で、一袋100円の枝豆が売られてますね。あ、こんなところに素朴なラーメン屋と、なんかちょっとアパートなんて言えばいいのかな、飲食街みたいな、うん、寿司屋とラーメン屋となんか飲み屋が入っているなんかアパートみたいなのも入ってますね。あれ幼稚園がなんか更地になってますね。日野市立第三幼稚園、ポストもなんか閉鎖されて、不審者対策のため防犯カメラを2時間作動させています。うーん、門は開けたら閉めましょうとかね。うん、なんかさ、不審者の対策とか言われるとさ、不審なことは悪いことなんだみたいな、そういう雰囲気がして嫌だなって思うんですよね。こうやって幼稚園のさ、まあ子供いないですけども、幼稚園の門の中で、門に向かってこうやってね、動画をこうやって、何か面白いものはないか、面白いものはないか、みたいな感じで、カメラ回すのは、別に不審だけれども、別に悪いことしてるわけじゃないじゃないですか。だけど不審だから対策しなければいけないっていうのかな。疑わしいやつは悪いやつ、みたいな、そういう考え方っていうのは、非常にその不健全だなと思いますけどね。挨拶で笑顔あふれる日野の街、なんかありふれた標語ですよね。避難場所日野第一小学校、あ、やっぱり日野駅に近くてやっぱり中心部だから第一小学校なんでしょうね。非常になんかネーミングセンスがなさすぎますよ、第一小学校とか。うん、まあでも日野市っていうのは駅前に大きなショッピングセンターがあるわけでもなくて、なんか賑やかな商店街がずらずっと伸びてるわけでもなくて、なんかそのやっぱり買い物行く人は立川とかやっぱり行くんでしょうね、やっぱね。まあ、立川とか、まあ、八王子とか、まあショッピングゾーンっていうのはいくらでも転がってますから、あんまりその日野市内にこだわる人は少ないのかもしれませんね。完成間もない中央高速道路とか、なんかいろんな写真がね、昔と今の対比どうしようってことなんでしょうね。ほらこっちにも現日野一小付近、もうほんと畑ですね、畑ばっかり、農村地帯ですね。そして防災備蓄倉庫もありますね。なるほどね。やっぱり防災備蓄倉庫に保管されている食料とかそういうのって今は別に役に立たないですよね。だけど万が一のことがあった時に役に立つというね。この歩行動画も今ね映している風景は
別に何の変哲もないですけども、これが10年20年先に貴重な記録になるかもしれないというね。工事やってますね、まあ、こうやって工事をやっているというね、つまんない風景もね、後々価値を持つかも。てかなんかさ、案内標識が古めかしいですね。見てくださいよ。ねえ、わかりますかね。なんか古めかしいですよね。そして京王バスが走ってますね。これは京王バスの基本的な色なんですけどね。まあ、今京王バスってなんか昔の色を再現しましたとか言って、なんかレトロカラー車両とかそういうのも走ってますけど、まあ、今ね、映した車両が京王バスとしては一番ね、基本の色というかデザインなんじゃないかなとね、思ってるんですけども。おっと、小さな木が生えてますね。小さな木が。最近さ、海鮮丼500円のお店増えましたね。なんかね、海鮮丼が、なんか東京の至る所に海鮮丼500円のお店が増えてますからね。そして稲毛屋。稲毛屋っていうのは、稲毛って地名ですかね。やっぱり千葉県千葉市稲毛区というのがありますけども、関係あるんでしょうかね。そして照明写真、なんかスーパーとか駅の前にさ、照明写真のさ、こういうなんか機械っていうかさ、自動販売機よく置かれてますけど、とかさ、照明写真ってさ、わざわざああいう機械で撮らなくてもさ、自分の家でデジカメでパシャって撮って、それをさ切り取って、はいパシ、はい照明写真ってダメなんでしょうかね。そんなのダメだってね、照明写真と書かれている自動販売機で撮ってもらわなければ認められないって言われちゃうんでしょうかね。線路をくぐって反対側に行きたいと思います、まあ、こういう高架橋というかトンネルの壁にもツタが絡まっていて、まあ、自然をね感じるというね、まあ、細やかな工夫がなされているというね、そういう素晴らしい日の駅前ですね。でしかしさ、こういう歩道にさ、ガムがさ、たくさんこのくっついてるんですけど、誰でしょうね、こうやってさ、ガムをペッペペッペさ、吐くやつは。なんかさ、ガムをさ、吐き散らすことがさ、かっこいいとでも思ってんでしょうかね。こういう道路とかさ、もう至るところにガムのさ、黒くなった、黒ずんだガムが落ちてるじゃないですか。なんなんだよって思いますけどね。そしてこれがね、先ほどもお見せしました、京王バスですね。あ、招き猫だ。へぇ。最近東京でもカラオケ本舗招き猫が増えましたよね。かつては招き猫ってなんか田舎町とか地方都市に展開してるっていうイメージが強かったんですけどね。だから東京だとあんまり招き猫ってないねなんて、そんな感じだったんですけど、最近は東京都内でも招き猫は増えましたね。なんかレストランの前で、これでなんか野菜を販売してるっていう、なんか斬新な営業スタイルですね。なんかね、長ネギとか玉ねぎとか100円とかで売られてるみたいで、あ、京王バスの車両にヨドバシカメラの広告が書かれてますね。ヨドバシカメラ八王子店ですね。なんかそのタイヤのところがカメラのなんかレンズになってるっていう、なかなかね、デザイン考えた人天才的ですよね。カメラといえばこのバスのタイヤっていうね、このデザインはね素晴らしいと思いますけどね。ヨドバシカメラのテレビ CM ってあるじゃないですか。
丸い緑の山の手線真ん中通るは中央線ってやつなんですけど、で私の家だと新宿西口駅前と秋葉のヨドバシカメラって歌が流れるんですけど、でもさ東京都内だけ見てもさ、ヨドバシカメラってさ新宿と秋葉原だけじゃなくて上野にもあるし八王子にもあるし吉祥寺にもあるしいろんなとこにあるわけですよね。だからさ昨日とか立川に住んでる人に新宿と秋葉原のヨドバシカメラ紹介してもあんまり意味ないよねって思うんですけどね。じゃあこの辺に住んでる日野市民の皆さんにあのなんていうのヨドバシカメラの CM 流すときは、中央線八王新宿西口駅前と八王子のヨドバシカメラって言うんでしょうかね。新宿西口は外せないとしても秋葉原を紹介する意味はないと思うんですけどね。なんかさヨドバシカメラの歌ってなんかその札幌とか仙台とか新潟とか福岡とかあの各地なんか別のバージョンがあるみたいなんですよ。例えば札幌だとなんか若者集まるなんだろうなちょっとわからないんですけどなんとか来た、なんとか来た、まあまあまあそんな感じでね、まあ、日野歩道トンネルですね、うん、まあトンネルといってもただの高架下なんですけどね。まあそんなわけでまた日野駅に戻ってまいりました。日野駅には銀のあんっていうなんかあのたい焼きのお店とかも入ってるみたいですね。そして日野駅っていうなんかこのね、看板がなかなかあざといですよね、うん、というわけで今日は東京都日野市を散策いたしました。ご視聴ありがとうございました。